おはようございます西田渉です。6月21日月曜日ってことですね。今日も前日収録しております。えっ、ー、と今日もね、午前中3発行くんですよね。午前中、今日、今日の午前中3発が入ってるので、3発って,言っても美容室なんですけども、あれなので、前日収録で、この後にメインチャンネル、今日の分のメインチャンネルも収録まで、編集までいけるかな、しようかなと思っておりますっていうところで、今日はそういった感じですね。サブチャンネル、で、こちらはメインチャンネルですね。で WNPC が今日またね週明けで始まりますからぜひ新たなお題で取り組んでいただけたらと思っております。 えーと今日なんですけれどもえっ、ー、とキャノンヨス R3 ね本当に,す,、ね本当にね、<laughs> すげえ小出しだなと思っててヨス R3 の、えー、CMOS センサーがキャノン製ですっていうところが <laughs> えっと上がってきてるキャノンがオリジナルでまあロシアあたりでアナウンスされたとかでキャノンロシアあたりの人が言ったとか言わないとかなんか <laughs> まあぶっちゃけどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどでも今まで。 自自社開発っってイメーージあったんですけどねシーモスセンサーキャノンサキノ体が徐々になんか今回確かに、えー、となんかソニー製じゃないかとかって言われたりしていてその噂をキヤノン自身があえてちゃんとメーカー側で否定するみたいな話があったよとかっていうなんかね今までのイメージはキヤノン基本的には自社生産っていう,もう一貫してキヤノンが作ってるみたいなイメージは勝手にはあったんですけどまあねそこの部分ってブラックボックスっていうか。 なんて言うんてうだまあ最後の最後である程度色のトーンがちゃんとキャノン色であればそれでいいじゃんみたいなとこもあったりするしえっと R5 と R6 でもぶっちゃけ R5 は僕の中ではマゼンタより R6 はイエローまあグリーンよりっていうふうにあったりするのでまあ CMOS 映像だけじゃないですからね事実よねえと映像エンジンのデジックだったり前前面に乗ってるローパスフィルターだったりとかその辺がこうミックスされることによって で色が決まっちゃうので、CMOS センサーがソニー製だからどうだから結局こうなるとかっていうとかまた難しい問題っていうだけどキャノンがあえてえっ、ー、と一応 R3 まあ一応準フラッグシップフラッグシップではないけどおそらく R システムでのキャノンの一番いいカメラっていうところで考えるとやっぱりそこはもう全部自分ところでやってますよっていうところを強くアピールしたかったっていうことかなっていうのは見えてきますよね。 まあ、おそらくですが、まあ、この辺が小出しにちょこちょことかなってはいるんですけれどもまあ、いよいよ、まあ、R3 なんでね R1 じゃないんでフラッグシップじゃないんでもうサクッとある程度こういう機種でいつ発売しますよみたいな感じのアナウンサーそろそろ来てもいいのかなというふうにはね僕の中では勝手に思っている節はありましておそらくはまあなんつうんだろう6月とか7月。 の中旬この1ヶ月以内にはおそらくある程度もう何千万画素でいつ発売でみたいなで大体いくらでみたいなその辺が来てもいいのかなとは思っているんですけれどもねまあただもう今回の東京オリンピック東京オリンピックに関してはどうだろうまあスポーツフォトグラファーには配布はされてるでしょうねおそらくね G7 のサミットでも R3 使われてたっていう話だったのでまあそう考えた時には えと有力なフォトグラファーの方にはもう多分回っているっていうことが予想されるのでねあとはえっ、ー、と発売がいつになるかってとこですよねまあ企業もう来月末1ヶ月切ってんだっけ東京オリンピックちょっとパッと思い浮かばないのが申し訳ないんですけど多分7月あたりからやるはずなんでまあ東京オリンピックには原因あの発売は間に合わないって感じになるのかなさすがにアナウンスしますもんね1ヶ月後だったらねいつ発売って。 なのでそう考えると8月オリンピック終わってからとか9月とかになるかな、うん、どうでしょうねなんかもうふわふわしすぎてわかんないですねまあどうしてもね部品代が高騰しちゃってて。 ああのまいろいろな半導体だの部品だのっていう高騰してて結局レンズの生産が追いつかないっていうのは究極そこだったのかなって「売り値は決まっています」と決まっている中で部品が高くなっちゃってるから結局作ったら利益率が少なくなっちゃいますかといって今までの卸値とかをそう簡単に買えるわけにもいかないというふうになるとある程度部品の供給適正な価格でこう。 ゲットできた時に作りますみたいな流れになってくるのでそこが一つねあのまあ最近のこのレンズの供給不足まあずっと続いてるレンズの供給不足ですよねこの辺になっていくのかなっていうところですかねなのでまあキヤノンの R3 に関しても R3 に関してもねこのまあセンサーが自社で作ってますとはいえ部材とかの供給がねいずれにせよ安定するかただ 僕自身もそうなんですけどもう結構海外ではねニューヨークでももうマスクなしで外は歩いていいよとかワクチンね打ってたら打ってたらなのかなちょっとごめんなさいこれはふわっとしてるんですけど日本も多分ですが、えー、と8月ワクチン多分7月に僕自身も多分7月5日ぐらいに打てるらしいんですよ最速でねって考えた時にはあのー、まあ5日なのかちょっと分かんないですけどその辺がふわっとね確か、まあ、来月ぐらいには もうはい撃ちたいですって言えば撃てるみたいな感じなのでそれでまあ撃つ人がある程度送料が増してくれば必然的にこのねもうイギリスでも基本的には何、えー、だろうなえイベントとかも開催とかってなってくるのでちょっとガサッと動いてきますよね人が動けるってことは要は部品とかそういったものの供給も滞りなくなってくるってことになりますからね物流も盛んになってきますからやっとね やっと、えー、長いい冬が終わっっってててうととところも見えてくるのかなとやっと僕らも楽しくね撮影をするだけでなく新たな機材の循環サイクルもねだいぶこの12年ステイしてましたよね本当ね R56 も出たもののまあ事実上そんなにねあのずっと供給不足っていう感じもありましたしレンズ自体もねかなり供給不足が続いてますからね本当にそういった意味でのねあのカメラ供給とかもやっとこさ えーと安定していたもらえればね僕ら自身も、ね、楽しくまたガンガン撮影できる、まあ、僕自身も,、ね、もうあるカメラで、まあ、僕自身はちょっと過剰にある意味、過剰にカメラ持ってますからもう何でも OK という感じには最近なってますがやっぱりね新しいカメラレンズがあるとやっぱ刺激になるのでねその辺は本当にこのワクチン接種とカメラ供給ここはある意味密接に関係しているのではないかというふうに僕は思っておりまして。 もうあと僕の勝手なイメージですよこれは本当に真に受けないでは欲しいんですけど僕のイメージはあと2ヶ月の辛抱でこれもしかしたら早まるかもしれないぐらいの辛抱でもういよいよねあの本当滞りなくいろんなことが物事が進んでいくのではないかなとまあマスク生活はまあ今年いっぱい来年あと1年ぐらい続くのかなっていう雰囲気ありますけれども 外だったらマスクしなくてもいいよっていう風潮は欧米では生まれてきているっていうね流れがかなりね世界的な後押しにはなってくるのかなとただ日本人自体はねもともとがこのマスクをかなりする民族っていうかねあのそういった伝染病系はね結構強いですからねもともとねインフルエンザにかからないためにとかねマスクを基本するっていう。 でマク保護とかねしてましたからそういった意味では、まあ、あんまり気にしなくていいのかなただこう世の中でいうところねマスクしてないこと自体が罪だみたいな雰囲気には徐々にねえっ、ー、となくなっていくともうちょっとねき気が楽にと言いますかね皆様とも楽しく過ごしていくのではないかなと思ってましてまあごめんなさいいろいろ話は脱線しましたがする R3 のセンサーがね結局 まあ自社製ですよっていうとこキヤノンがアピールしているっていうまあそれぐらい何かねソニー製じゃない自社でやってるっていうとこ強く否定しなきゃいけないぐらいの何かまあ必死な要請要まあことがあるんだろうなっていう感じで一つね今日はお話をさせてもらおうと思ってますではね健やかにお過ごしください西田新でしたどうも